全世界における死因死因とは法律、医学、統計において人を死に至らしめた状況を正式に決定したもので死亡診断書に記録されることもある。死因は観察医により決定されるプリベンティングクロニックディジーズで発表された研究においてニューヨークの研修医で資料の現在のシステムが正確であると考えているというのはたった3分の1であることが報告された。 半分は、技術的な限界や、他の死因にするという指示などの理由を挙げて、自分が正しいシーンであると感じたものを記録できないとしている。約5分の4が、おそらく、と推定される。原因不明との決定が下されうることを知らず、臨床検査の結果や他の新しい情報が矛盾した。時に死亡診断書を更新したという人は3%未満であり、心血管疾患は、 不正確に報告される最も頻度の高い診断と示された。死因に関してある程度の不確実性もしくは曖昧さがあるとき、心類や大衆により論議されることがある。ときに、そのような論争は陰謀論から生じ、それを先導することもある。老齢はそれ自体直接的な死因ではない。直接的な死因は、理論的には必ず特定の病気や臓器系の不全に因する。 しかし、時が経つにつれほとんどの生物において多くの重要な生命システムが科学的、物理的損傷を受け最終的には不全を起こすのに十分なほど蓄積する。これは人にとって重大な問題である。世界中で1日に死ぬ約15万人のうち約3分の2が年齢に関連する原因で死亡していると推定されている。先進国においてはその割合は もっと高く九十パーセントに達する。よって、間接的な原因として、生物学的な老化ははるかに主な死因である。死亡率の別の見方として、年齢に関連するもの以外の死因による寿命の推定損失を考慮することがある。トーマス・ポーロ・ストッキーにより作られ二千十三年に発表されたインフォグラフィックは、この一年で失われた寿命の面で二千五年と二千十年を、 比較している。恐怖で死ぬもしくは孤独や失意で死ぬことがあるという一般概念もある。恐怖、極端なストレスを感じる、またはその両方を感じると体に変化を起こし、それが死につながる可能性がある。例えば、瞑想神経の過剰刺激、それが義手の挙動に関連するメカニズムで心拍数を減少させるが、心因性の死の原因と記録される可能性はある。 恐怖やストレスに対する闘争。闘争反応は、ストレスホルモンを介して、心拍数を増加させるという反対の効果があり、心血関係の問題を引き起こす可能性がある。これは、テロリズム、軍事攻撃、自然災害など広く経験された急性ストレスを生じさせる出来事の後に観察された、心停止による死亡率の増加、及び体の外傷を起こさなかった強盗や他の、 恐ろしい出来事での記録された死を説明するために提案されたメカニズムである。これらの場合、近い医学的シーンは心不全もしくは瞑想神経抑制として記録される可能性が高い。急性ストレス、多骨ツボ神経筋症から生じることが観察された一つの特定状態はブロークンハート症候群と呼ばれているが、このストレスは人間関係に関連している必要はなく、 ネガティブなものである必要もない。日本の健康日本の死因も参照2017年の日本での死因順位は、1位が悪性新生物で27.8%、2位が心疾患で15.2%、3位が脳血管疾患で8.2%、4位が老衰で7.6%、5位が肺炎で7.2%、6位が不良の事故で3.0%、 7位が誤嚥性肺炎で2.7%、8位が腎不全で1.9%であった。悪性新生物悪性新生物は1981年以降死因順位第1位となっている。心疾患心疾患は1985年に脳血管疾患を抜いて死因順位第2位となった。脳血管疾患脳血管疾患は1970年をピークに減少し、 1985年に新疾患に変わって新樹に第3位となり増減を繰り返しながらも減少傾向にある。ありがとうございます。